純白スーツを脱がされるか。宮舘良太が海パンマン危機で TBS 特番が告知から大沸騰スノーマンバラエティのエース、うっちゃんなんちゃん内村てるよし59が MC を務める集まれ。内村との会 TBS 系が7月11日午後9時より2時間にわたって放送されるが、同番組に出演するスノーマン宮舘良太31。 の動向に大いに注目が集まっている。今回で第5弾となる、集まれ。内村との会は、同じ共通点を持ち、この番組でしか見ることのできない新たなマッチングにより集まった人気者たちが、プライベート感満載の旅をするバラエティ番組。ハリウッドザ・コシショー、50、品川障子障子友春、48、とにかく明るい安村、 42の共通点は海パン。3人の海パン芸人に与えられたミッションは、今回が初沖縄ロケとなる宮立を海パンの会に入会させること。そんなことはつゆ知らずロケに参加した宮立は、沖縄ならではのアクティビティやショッピング、ビーチでは伝統的な沖縄スマウにも挑戦する。ことあるごとに熱烈アピールや勧誘を受ける宮立だが、 彼はどんな結論を番組の公式 X、旧ツイッターで予告映像が公開されると。先出し映像が面白すぎますこれ以上あるんですかて様、もう入会するしかなのでは。年下の甘え口調になっちゃってる立ち様が可愛いすぎる。9人の中からて様をご指名してくださり、ありがとうございます。 想定以上の爪痕を残してる予感がいたします。ミパンの会に盾様行ったら海パンで活動するのかしら放送楽しみです。と期待する声が多数寄せられたのだ。告知映像では目的地に向かうドライブ中もハリウッドザコシショウさんと安村さんが積極的に宮舘さんを海パンの会に勧誘。海パンマンになってほしいと呼びかけていましたが、 最終的に宮舘さんがどのような選択をするのかファンの注目を集めています。そんな宮舘さんは歌舞伎やドラマ、大奥、フジテレビ系など、ここ最近は演技の仕事が増えていますが、何と言ってもバラエティ番組での大活躍がありますよね。今回の内村との会もそうですが、グループの看板組、それスノーマンにやらせてください、をはじめ、ラビット。 黄金のワンスプーンなど TBS のバラエティ番組に引っ張りだこです。制作会社関係者、テレビ各局は現在13から49歳のコア視聴率を重視しているが、ソレスのは若年層から高く支持されており、高いコア視聴率を叩き出す状況となっている。また、宮立と佐久間大介32はラビット。 の火曜放送会に各週でレギュラー出演中。番組での共演をきっかけに、キリン川島明45と共に密館の、締めまで美味しい鍋つゆ、CM に抜擢された。さらに宮立は、2023年10月には、初の単独 MC 番組、黄金のワンスプーンがスタート。同年12月にレギュラー放送は終了したものの、今年1月9日。 2月17日、7月6日と、不定期で特番が放送されており、7月6日の放送会では、ストーンズ松村北斗29との共演が話題を呼んだ。スノーマン自体が TBS のバラエティで重宝されている存在ですが、その中でも宮立さんは群を抜いていて、今やスノーマンのバラエティエースのような感じになりつつあります。そんな宮立さんと会で言えば、 昨年10月放送のアイアム冒険少年 t b s 系2 4年3月終了の人気企画脱出島に海ロケなのに純白のスーツというロイヤルなでで立ちで登場してファンを沸かせましたが今回の内村との会ではロイヤルな姿から海パンの会に入会して海パン姿を披露することになるのかその行方に大いに注目が集まっていますね全道 盾様が海パン姿を披露するとなったらまたもや大きな注目を集めそうだが、果たして、冒険少年の脱出島の舞台となる無人島に純破スーツで上陸する宮建の姿に、これ見たら楽しみすぎてニヤニヤが止まらない、未だかつてない王子用の上陸、バチェラーの広告かと思ったといった声が寄せられた。